はい、こんにちは、116インズです。いよいよ開幕が2週間後に迫ったということで、今回はですね、個人的にマリナーズで注目している選手を5人ほど挙げたいなと思っております。2001年以来ポストシーズンから遠ざかっているマリナーズですけれども、昨年に引き続き今年もですね、若手を育成するための1年を送る予定となっております。そこ毎年言ってるとか言わない。で、マリナーズですね、結構若手、まあプロスペクトですね、結構育ってきている状態でして、トッププロスペクトと呼べるような存在も結構多数抱えている状態なんですけれども、まあ、トッププロスペクトについては以前も動画でご紹介したので、そちらもご覧いただければと思いますが、今回ご紹介する選手は今年 MLB である程度出場が見込まれる選手に限って取り上げたいなと思っております。それでは早速見ていきましょう。まず1人目は外野手のカイル・ルイスですね。2016年のドラフト1巡目指名でマリナーズに入団した選手でして、大学はマーサー大学という、まあ、野球が決して有名な学校ではないんですけれども、そこの出身でして、にもかかわらず全体11位指名とかなり高い評価を受けてマリナーズに入団しております。で、11位という順位の時点でもかなり高い評価ではあるんですけれども、5ツールプレイヤーとしてのポテンシャルも持ち合わせていましたので、もっと高い順位で指名される可能性もあったと当時言われていましたので、ルイスがマリナーズに決まった時は本当に嬉しかったですね。で、早速ですね、2016年入団してマイナーデビューを飾ったんですけれども、この年の途中にですね、ホームでの工作プレーの際に膝の前十字靭帯を断裂するという大怪我を負ってしまって、1年後復帰は果たしたんですけれども、かつて期待されていたような5ツールプレイヤーにはちょっと慣れないかもしれないという評価が多数派になっていましたね。で、実際マイナーでも結構苦しんだ時期も長くて、まあ、MLB デビューまで大卒ながら3年かかってしまったんですけれども、昨年の9月にようやくですね、メジャーデビューを飾りました。で、このデビューがまた衝撃的でして、メジャーデビューから3試合連続ホームランを放つという活躍を見せまして、まあ、これはですね、2016年のトレバーストーリー、ロッキーズの選手ですね、トレバーストーリーが史上初めて記録して以来2人目の大記録でして、で、結果的に18試合の出場ながら6ホーマーを放つという、まあ、非常にですね、期待の持てる内容を昨年9月彼は見せてくれましたね。もちろん三振も結構多かったり、またフォアボールもなかなか選べていないということで、打撃に課題の多い選手ではあるんですけれども、ただ今年は間違いなく外野のレギュラーポジションを与えられると思いますので、初めての MLB でのフルシーズン、どんな活躍をルイスが見せてくれるか非常に楽しみですね。マイナーにはジェレッド・ケレニック、そしてフリオ・ロドリゲスといった外野のトッププロスペクトも控えている状況ですので、ルイスにはぜひですね、早い段階から MLB での彼の立ち位置を確立してほしいなと思います。続いて2人目はファーストのエヴァン・ホワイトですね。ホワイトに関しては以前マリナーズのトッププロスペクトを紹介する動画でもご紹介した選手でありますけれども、2017年ドラフト1巡目指名、全体17位でマリナーズに入団している選手ですね。で、ホワイトポジションはファーストなんですけれども、非常に運動能力も高くてですね、外野もやろうと思えばやれるぐらいは動ける選手ということで、イメージとしてはドジャースのコーディ・ベリンジャーのような感じかもしれませんね。一般的にファーストというポジションの印象として、まあ、動けない選手が守るポジションというイメージが強いかもしれないんですけれども、ホワイトに関してはそれは当てはまらないですね。ただファーストとしての運動能力が評価されている一方で、打撃面が長らく疑問視されてきた選手なんですね。特にパワーですね。やっぱりファーストというポジションはどうしてもパワーが必要なポジションになりますので、ホワイトはちょっとファーストにしてはパワーが物足りないという評価が、まあ、結構多かったんですけれども、ただ昨年ですね、投手有利な AA アーカンソーで18本のホームランを放ちましたし、その課題については徐々に克服されつつある状況ですね。で、チームとしてもそんなホワイトを次世代のチームのコアとして据え置きたい意向があった関係か、MLB デビュー前ながら6年契約をこのオフ結びました。それだけですね、マリナーズとしてもホワイトを非常に期待している選手なんですね。で、ホワイトと6年契約を結びましたので、サービスタイムの関係で FA を遅らせようということをする必要がもうなくなってしまいましたので、おそらくですね、開幕ロースター入りの可能性が非常に高いんじゃないのかなというふうに思っています。マリナーズは長らくファーストの固定に苦しんでいまして、それこそジョン・オルルドがいた時代くらいからファーストの固定というのはチームの課題となっていましたので、このホワイトがマリナーズファースト問題の答えとなってくれると、チームも徐々に力をつけてくるんじゃないのかなというふうに思います。続いて3人目はシェドロング・ジュニアですね。2018年のオフにレッツからトレードで加入しまして、昨年ですね、メジャーデビューを飾っています。もともとドラフト時はキャッチャーだったんですけれども、彼の運動能力をより活かすために現在のセカンドにコンバートしています。で、マリナーズは昨年セカンドは主に D ゴードンが守ってきたんですけれども、今年はですね、おそらくこのロングがセカンドのレギュラーになると見込まれています。キャッチャーからのコンバートの経緯にもありましたけれども、
非常にですね運動能力の高い選手でして、足の速さに関しても、まあ、盗塁数は昨年さほど多く決めたわけではないんですけれども、スピード自体は MLB の平均以上はすでに記録している選手ですね。でスピードだけではなくて長打力も意外と兼ね揃えていまして、昨年ですね42試合で5ホーマー、長打率も4割5分4厘と、まあ、このようなタイプの選手にしてはパワーがある選手ですね。まあ、打球速度が平均をかなり下回っているという話もありますし、彼の打撃に関しては懸念点が少々あるんですけれども、昨年のような打撃を続けていければレギュラーとしては十分やっていけるんじゃないのかなと思いますね。冒頭ですねマリナーズトッププロスペクトを多数抱えているという話はしましたけれども、ただ特にセカンドとサードは少々プロスペクトの層が薄い状態にありますので、もし近い将来マリナーズがプレーオフ争いするのであれば、このポジションはおそらくトレードか FA で補強が必須となっていますので、このロングがレギュラーとしてやっていけるかどうかっていうのは将来の補強戦略にも影響を与えるんじゃないのかなと思いますね。自前の選手がレギュラーになるのであればそれに越したことはありませんので、今年のロングの活躍というのはチームも非常に注目しているポイントでしょうね。続いて4人目は菊池雄星選手ですね。2018年のオフに埼玉西武ライオンズから加入しまして、今年はですね3年契約の2年目になります。で昨年の菊池選手はですねなかなかうまくいかない1年となってしまいまして、まあ、もちろんですね異国の生活ですとか、あとはお父さんが亡くなってしまったこと、さらには菊池選手自身のお子さんが生まれたということで、まあ、彼にとっては激動の1年ということで精神的な負担も相当なものだったとは思うんですけれども、ただ投球内容に関しては正直マリナーズが期待していたものではなかったのかなと思いますね。シーズン序盤3月4月ぐらいはまずまずのピッチングだったんですけれども、以降は結構打ち込まれるケースも非常に目立ちまして、8月のブルージェイズ戦で完封こそありましたけれども、結局シーズンの防御率は 5.46 と、まあ、1年間ローテーションを守ったピッチャーの防御率としてはかなり物足りないものとなっていますし、速球スライダーカーブとどの球種もですねかなり打ち込まれてしまった印象がありますので、なかなか有効なボールがない中で菊池選手も手探りの状態で投げていたんじゃないのかなと思いますね。ただ菊池選手このオフですねフォームの改造に取り組みまして、スプリングトレーニングが中断されるまで6回3分の2を10三振と上々の成績を残していましたし、実際ボールを見ても昨年よりも力強いボールがいっているなぁという印象を受けましたので、まあ、この新しいフォームでですね昨年からのリベンジをぜひ果たしてほしいなと思います。チームとしても近い将来菊池選手がフロントラインスターターとして活躍してくれることをおそらく期待しているでしょうし、菊池選手がチームの期待通りの成長を見せればマルコ・ゴンザレス、そしてマイナーで控えている先発のトッププロスペクトたちと含めて非常に強力な先発ローテーションが組めるチームになりますので、3年契約の2年目ぜひですね活躍を期待したいですね。そして最後5人目はジャスタス・シェフィールドですね。2018年のオフにヤンキースからトレードで加入しまして、まあ、ジェームス・パクストンとのトレードということもあって、このシェフィールドにかかる期待というのは非常に大きかったんですね。ただ昨年はですねトッププロスペクトとして非常に活躍が期待されていたんですけれども、残念ながら期待外れの成績に終わってしまいまして、8試合で防御率 5.50 とチームが期待していた内容からは程遠かったですし、また途中マイナーにも落ちてしまって一時はダブル A まで落ちてしまうというスランプに陥ってしまいました。シェフィールドに関しては投げているボールは非常に良いものがあるんですけれども、やはりコントロールがまだまだ未熟でしたり、また速球の回転数が非常に少なくてですね、近年のトレンドである高めの速球で勝負するっていうところがなかなか難しい球種になっていまして、そういったところが昨年の結果に結びついてしまったのかなと思いますね。ただ今年はその速球の回転数が非常に少ないという特徴を生かしまして、ツーシームを新たに導入したみたいでして、実際スプリングトレーニングでは結果が出ていまして、8回2失点12三振と非常に内容も良かったので、おそらく先発ローテーションに開幕から入る今年はこのツーシームを生かしてトッププロスペクトらしい活躍をぜひ期待したいですね。個人的にはそれこそパクストンのような存在になってほしいなと思っています。ということで今回個人的に注目している選手5人挙げましたけれども、他にもですね、まあ取り上げたい選手たくさんいたんですけれども、まあ、特に期待している選手はこの5人ですね。なのでテレビなどでマリナーズ戦見る際にはぜひですねこの5選手注目してみていただければと思います。でマリナーズとしては長らく続いている再建を終わらせるためにはやはり若手の成長というのは必須なわけですよね。すでにメジャーに昇格している選手、またマイナーで控えているトッププロスペクトたちを含めてですね、ぜひ近い将来数年後にはマリナーズの新しい時代というものを築いてプレーオフ、そしてワールドチャンピオンまで走り抜いてほしいなと思っています。なので今年、まあ、60試合しかないんですけれども、若手の成長を楽しみながら1年間野球の方を楽しんでいきたいなと思っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。